皆さんこんばんは。カフェミステリークイーンのしおりでございます。では本日も動画ラジオやっていきましょうね。なんだかんだで今回2回目の動画ラジオでございます。こちらではですね、投稿していただいているクイズやったりとか、あとはしおりの、かくれんぼやったりとか、あとは皆様からいただいているコメントをお話しさせていただくコーナーでございます。ではよろしくお願いいたします。はい、じゃあまずお知らせです。最近ですね、 YouTube の方でしおりの YouTube へのコメントがなかなか反映されないっていう事件が起こっておりますので、そこでしおりが、対策をいたしました。しおりのブログの方でラジオコメントのみ、そちらに送っていただけるようになんだやりました、作りましたので、概要欄に回避場所みたいなのを書いてありますので、ぜひもし、コメントが反映されないな、おかしいなって思ったら、そちらにお願いいたします。基本的には YouTube の方に、コメント残していただけると嬉しいです。あ、よかった。この情報というか、これをね忘れがちだと思って、よかった言えてこのねお知らせをね、ずっとこの今パソコンの前で喋ってるんだけど、その時にどうだろうな、しおり忘れそうだな、みんなにお知らせするの忘れそうだなって思ってたんだけど大丈夫だった。一応ね手にね書いたんだけど、手にね1って書いたの、なんかこう忘れないようにしようと思って1って書いたんだけど、朝にね、でこれは今夕方にか喋ってるんだけど、朝1って書いて、これ1ってなんだっけっていうふうに思ってたから、よかった、思い出してよかったなと思って、ちゃんとねなんかのシグナルだったら、それに関連したシグナルを手に書かないといけないなと思ったはい、ですね、皆さんは本を読んで、過去に本を読んで、あれこれ読んだかなって覚えていない本はありますでしょうか。しおりはねあるんですよ、結構あるんだけど、その中でも自分の本棚の中にあって、これ読んだ気がするんだけど、正確に本当に読んだか自信がないっていう本があります。それはですね、おついち先生の暗黒童話です。読んだのか読んでないのか、ちょっとさっきね本棚調べてた時に見つけて、チラッと読んだら、あれ読んでる気がする、えっていう風になっちゃったんですよ。そういうことってある？ある？どうでしょうか。じゃあね、せっかくなのでこちらのおついち先生の、おついちだね、おついち先生のこの暗黒童話のあらすじを読んでみます。突然の事故で記憶と左目を失ってしまった女子高生の私、臓器移植手術で死者の眼球の提供を受けてたのだが、やがてその左目は様々な映像を脳裏に再生し始める。うんうん、それは目が見てきた風景の記憶だった。私はその眼球の記憶に導かれて、提供者が生前に住んでいた町を目指して旅に出る。悪夢のような事件が待ち構えているとも知らずに、おついちの長編ホラー小説がついに文庫化。ね、また再読になるのか、読んでる読んでないのかはわからないんだけど、もうすごい眼球とか提供されたものの記憶っていうのがあるっていう、なんかね、世界の不思議の
世界の不思議のテレビみたいなので時々聞きますね。心臓移植だったりとかもあるのかな。なんかその心臓の、あの前の提供者さんの記憶があって、そこになんか行かなきゃいけないとか、そういう気持ちが芽生えたりとか、そういう話、不思議話を聞いたりとかしますね。だ、そういうのの流れの、でも暗黒なんだね。感動ものじゃなくて暗黒童話なんだ。ってことは読んでないのかもしれない。そう、あーそうだな。ね、どうなんだろう。ね、そういうね、もし、あの、なんか、読んだか読んでないのかわからない本が、本棚にあるなっていうの、もし何かあったら、次回ね、コメントで教えていただけると嬉しいなと思います。あ、強制じゃないからね。あ、ではでは、今度、あの、36今田さんクイズ、またいただきましたので、そちらの第3章、3話になるのかな、やっていきましょう。では、いきます。36今田さんの連作ミステリークイズ、第3話。マヤは山下くんにクイズを出す。山下くんはマヤの正解で私の胸のほくろを見せるわという言葉の邪念を払って考えるが、全然わからない。山本さんは東京までですか？答えられない山下くんを思ってか、山上部長が時間稼ぎの質問をする。そう、娘夫婦と孫に会いに行きます。マヤちゃんは一人旅行、それとも恋人に会いに？山上部長が急に話をマヤに振る。そういう人はいません。オーロラの出た夜にプロポーズされたらいいなと思う人はいます。でもその人は私なんかに振りまきません。私の好きになる人はみんな可愛い子が好きなんですけど、だけど私、喜怒哀楽があまりなく笑えないんです。癒し系でもないし、愛嬌もないし、可愛くもないし。山本さんがさっきスマホで見ていたしおりちゃん、可愛かったな。あんな風になりたい、あんな声になりたい。いやー、まやちゃん、そんな、まやちゃんの方が可愛いよ。しおりもね、喜怒哀楽どうなんだろう、あるのかないのかわからないし、うん、まやちゃん大丈夫。山下くんは考えながらもマヤのある言葉が気になった。そしてこんな美人を相手にしない男がいるのか信じられなかった。またしても山下くんの心の声。10分前にマヤが出したクイズ。ジャックは朝食をとりながら新聞を読んでいた。するとある記事に目が留まりメモをする。妻のリンダが、食事しながら新聞を読まないで、何度言ったらわかるのよ、早く食べて栄養に回って。わかったよ社長。ジャックは入り向こうで妻に頭が上がらない。ジャックは新聞の気になった記事の場所に行くことにした。到着すると葬儀が行われていて、多くの人でごった返していた。奥さんね、飼っていた犬に噛まれて亡くなったの、かわいそうにね。涙を流しながら近所の婦人が教えてくれた。新聞に載っていた通りだ。やがて喪主らしき男の姿が見えた。見覚えある顔だ。ジャックが庭の方に目をやると、葬儀とは別の行列ができていた。その行列にも見覚えある男の顔がちらほら見える。そのうちの一人がこっちこっちと呼んでいる。警備員らしいが、〇〇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 
でしょう。まず1個目ね。で、その後、マヤはクイズを暗記しているのか、よどみなく上手に話す。少し表情も豊かになっている。特別この問題、短いブラックジョークから作ったの。答えられない山下くんにマヤがさりげなくヒントを出す。山下くんはなおも考える。ブラックジョークってバカミスみたいなもんだろ。非現実的で通常はありえない出来事。山上部長が口を挟む。そうか、ヒントがあるじゃないか。わかった。
山下くんに答えがひらめいた。さてクイズの答えは何でしょう、ということですね。新聞を読んで、ジャックは朝食を取りながら新聞を読んでいた。するとある記事に目が止まりメモ。妻のリンダが食事をしながら新聞を読まないで何度言ったらわかるのよ。早く食べて営業に回って。わかったよ社長。ジャックは入り向こうで妻に頭が上がらない。ジャックは新聞の気になった記事の場所に行くことにした。到着すると葬儀が行われていて多くの人でごった返していた。で奥さんね、飼っていた犬に噛まれて亡くなったの、かわいそうにね。涙を流しながら近所の婦人が教えてくれた。新聞に載っていた通りだ。やがて喪主らしき男の姿が見えた。見覚えある顔だ。ジャックが庭の方に目をやると、葬儀とは別の行列ができてる。その行列にも見覚えのある男の顔がちらほら見える。そのうちの一人がこっちこっちと呼んでいる。警備らしき男が〇〇〇〇〇〇〇、人はこちらにお並びください。なんだろう、ブラックジョークから来てる。ブラックジョーク、はい、じゃあ皆さんラジオが終わるまでに考えてみましょう。はい、ではコメントのファーストステージやっていきたいと思います。前回のしおりの動画ラジオでの質問でしたけれども、それはね、何だったかというと、意外な未読作家さん、これが質問1ね。で質問2、2021年で読んだ創作数、はい、こちらをお聞きしました。コメントで書いていただければと思います。ではお話ししていきましょう。はい、では親子さんありがとうございます。ファンタジー系って苦手だったんですけど、違和感なく読めるようになったのは東野圭吾さんの影響でしょうかね。ファンタジックな作品多いですよね。秘密とか時をとかパラレルワールドラブストーリーとか、なんかね、東野圭吾さんしおりで読んでるのはもうがっつり結構本格ミステリー系ばっかり読んでるから、わあ、秘密とか時をパラレルワールドラブストーリーってファンタジー系なんだ。知らなかったな。ファンタジーだけど、ファンタジックだけどミステリーってことなのかな。どうなんだろう。東野圭吾さんもそこまで全読んでないから、ちょっとガリレオとかばっかりかな。そっか、ちょっと読んでみようかな。しおりが大丈夫な感じだったら読んでみようかな。はい、質問事項1、意外な未読作家さん。以前は超有名どころで伊坂幸太郎さんの作品が未読でした。映像化されている作品が多くてストーリーは知っているのに、原作未読というのが多くて、かなり長い間未読作家でした。最近週末のフールという作品を読み始めましたが、伊坂幸太郎さんの作品はしおり実は読めない作家さんなんだよ、まだ。だからね、そっか、伊坂さんもう本当に素晴らしい作家さんじゃないですか。皆さん読んでらっしゃるっていうぐらい、本当に本を読まない方でも伊坂幸太郎さんを知ってるとか、あとなんだっけ、カードゲームとかに伊坂幸太郎さんのサイン入りのカードが出てたりとか、そういうのあるみたいだったり、皆さんね、本読まれない方でも知っている方なのに、ちょっとしおりね、読めないんだ。なんか、原因は思い当たるんだけど、それがね、アヒルとカモのコインロッカーだった
かな。それで、ちょっとね、描写が、猫ちゃんが、ちょっとひどいことされちゃう描写があって、そこから、その、他のやつも読めないんじゃないかっていう恐怖から読めてない。それだけなんだけど、もしかしたら、別のやつで、あ、読めるってなるかもしれないんだ。でもまだね、そこまでいけてない。ねえ、なんか、週末のフールっていう作品は、伊坂さんの作品っていうことか。でも、そしたら、親子さんは、伊坂さんの作品がまたね、未読じゃなくなるっていうことで、いいですね、魅力が。いろんな方の魅力がわかるようになってきてるということですね。素晴らしい。あと一人、西澤康彦先生ですね。未読中いろんなところで7回死んだ男の推薦があって、先日ゲット。いいですね。では、質問事項に、読んだ捜査数。40冊でした。ほぼ 100% ミステリー作家ですが、5作品くらいは人の死なない日常の謎ミステリーでした。米沢ほのぶ先生、辻村瑞希先生、瑞希ひろみ先生、奥田先生、の日常の謎ミステリー。米沢ほのぶ先生だと評価かな。へえ、そっかそっか。ね、辻村瑞希先生もミステリーの匂いがするものが多くて、ミステリーだよね。そっか、ミステリーか。辻村瑞希先生も、そっか。でもしおりもね、徐々に日常の謎ミステリーもね、読めるようになってきてるから、どん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 広げていきたいな。そうなんだ。奥田先生ってあれかな、プール、なんちゃらプールを書かれた先生じゃないか。ちょっと待ってね。やっぱりインザプールだ。これね、前にしおりのお母さんが読んでた、なんかすごい面白いとか言ってたかな。笑えたりとかもするぐらい面白いって。へえ、そうなんだ。ミステリーの方だったのか。最悪、邪魔、インザプール、空中ブランコ、オリンピックの身の代金とか。へえ、そっか。ありがとうございました、親子さん。いろいろね、しおりも広げていきたいと思います。素晴らしい。はい、では続きまして、MM さん、ありがとうございます。明けましておめでとうございます。そうだ、明けましておめでとうございます。今年も書評や生配信楽しみにしております。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。仕事なのでバタバタして、今年の配信分まとめて楽しみましたので、新年の挨拶遅れましてすいません。いえ、ありがとうございます。第1回名言グラップリはクリスマスソングになったんですね。やった。曲名、竹内まりやさんの素敵なホリデーの替え歌、クリスマスイブじゃなかった、間違えた、奥さんの方でしたね。お、奥さん、なんだろう、素敵なホリデーの替え歌、クリスマスイブじゃなかった、間違えて奥さんの方でしたね。なんだろう、ごめん MM さん、ごめんよ、わからん。どうやって検索したらいいんだろう。ちょっとこれは今度 MM さんに聞いてみよう。質問の回答1、未読の作家さんはたくさんいて数えきれませんが、今気になっているのは知念美希人先生や真矢豊先生、ヘトセット、しおりちゃんが紹介したのも気になっております。ちなみに紹介していた死刑に至る病、恋に至る病、拝読済みで、歌野翔吾先生の死体を買う男も今読了しました。おめでとうございます。葉桜の季節に、歌野先生立て続けに拝読。おー、ビブリア古書道の事件手帳、面白いですよね。死にませんけど、そう、死にませんけど、面白かった。コミック読んで映画、ドラマも見ましたよ。そっか、映画と
ドラマあるんだね。ドラマだけとかじゃないんだね。そっかそっか。あ、コミックもあんのか。おととい配信していた映画で、うちの西洋さんの主演の罪の余白、2015年ミステリー作品というのを見ました。結構イラッとする内容でしたが、現実的にありそうないと思うけどと思いながら拝見しました。原作が芦沢陽先生で読みたくなりました。おー、罪の余白か。結構社会的なものなのかな。罪の余白、想定が結構ちょっとね、あの女の子の怖いげな感じがする。なんだ、高校とかの話なのかな、中学ぐらいの話なのかな、どうなんだろう。ちょっとね、あのおどろおどろしそうだね。回答に、2021年の前半はあまり読書できなかったので、冊数にすると20冊で、皆さんに比べるととても少ないですが、主に小説と漫画で、ジャンルは 99% ミステリーで 1% それ以外文学系ファンタジー系などです。ブックチューバーさんのコラボしてほしいです。ポンコトメンバーのアベシーさんやまさきさんとコラボしてほしいです。長くなりましてすいません。10日に生配信なんですね。またまたとても楽しみにしておりますと。ありがとうございます。いやいや、あのアベシーさんやまさきさんのもうなんだ、あの天の上の人だからさあのね、なかなかね、あのなんだ、一緒にねコラボっていうのはね、まだしおりのねレベルがなかなか上がらないからね、いつかやれればいいね、話とかねできればいいなと思ってますね。どうなんだろう、 VTuber と話してくれるのかなはい、MM さんありがとうございました。コラボねできればすぐにお教えいたします。では続きまして、心の回答団さん、今年初のラジオ放送お疲れ様です。いや、こちらこそありがとうございます。次回の放送の頃には登録者も800人くらいになっているのかな。クイズは初心者コースだったのに分かりませんでした。残念。かくれんぼ見つけることはできました。あー、よかったですね。いや、そうだ、今は810何人になってるんだけど、なんかね不思議でね、一回こう減ったり増えたり減ったり増えたりしております。のんびりやっていきましょうもうそうそう、もうなんかね、あの期待すると落とされるから1、なぜか未読の作家さんはいますか。京極夏彦さんや宮部みゆきさんの後は石坂幸太郎、伊坂幸太郎さんあたりになりますかね。京極夏彦さんはご当地作家さんなんで、今年は読みたいと思っておりますと。あ、いいですね。伊坂幸太郎さんまた出ましたね。ね、なんかこう、そうだね、読んでる人と読んでない人の差があるのかもしれないね。では2、2021年に読んだ創作数はと、割合はどんな感じでしたか。そう、冊で数えるなら80冊くらいで、割合はミステリーが 7.3 か 8.2 ですね。その他に読んだ本は本屋大賞になった本とか気になった本とかになりました。あ、そういえば本屋さん大賞って今日じゃなかったかな。2022年の本屋さん大賞、あれ？まだだったのかな。一応ね、ノミネートとしては赤と青とエスキース、ガラスの塔の殺人、黒牢城、残月記、スモールワールド、性欲、同志少女よ敵を撃て、星を、なんだ、纏うか
な。夜が明ける6人の嘘つきな大学生ということでノミネートされております。ミステリーとしてはガラスの塔の殺人、黒牢城、そして6人の嘘つきな大学生でしょうかね。気になりますね。どうなるんだろう。黒牢城がもしかしたらまたね、3巻、あ、もっとか、取ってしまうかもしれません。直木賞のまたね、あの後に取ってしまうかもね。で、ガラスの塔の殺人もぜひね、撮っていただければと思いますし、6人の嘘つきな大学生もすっごいレビューいいもんね。読まれてる方もこれ言ってくれっていう多いんじゃないかなと思いますが、さあ何になるのか、ワクワクですね。はい、質問しますと、あ、はい、質問。このチャンネルも1年を迎えるということで、ありがとうございます。チューバーしおりのミステリー小説カフェあるあるをお願いします。ミステリー小説、あ、違う違う、ミステリー小説カフェあるある、あのしおりのチャンネルのあるあるってことか。なんだろう、なんかあるかな。しおりの小説のここのチャンネルのあるある、なんだろう、カムとかカミカミナルとかなんだろう、みんな見つけて、後であのクイズするので、クイズじゃないや、質問するので、ぜひそこで教えてくださいはい、次回の放送も楽しみにしていました。ありがとうございました。心の回答欄さん、なんだろうな、あるのかな。はい、では続きまして、36イマラさん、ありがとうございます。あ、キタロの独り言だ。先日友人に原稿を渡した時、悩みを聞いてもらった。俺は作家としての情景描写が下手で悩んでいる。そんなことないよ、さすが友人だ、慰めてくれたと思ったが、人物描写もプロットの組み立てもなってないよ。おお、俺はその言葉に反論ができなかった。見てろよ、お前に渡している連作ミステリー、これから怒涛の展開に最後にどんでん返しがあるからな。どうせ二番煎じのものだろう、またしても反論ができなかった。以上、今だ来たる以下三六今だ来たるさん、ありがたいですよ、いつもクイズ、あ、来たるさんがクイズしてくれてるってことでいいのかな、こう違うのかはい、さあ今度は三六今田さんですよ。2022年1回目のラジオ放送お疲れさんでした。ありがとうございます。生配信が続いたので最初は少し違和感がありましたが、途中からはいつものラジオ放送のゆるゆる感で心地よく聞けました。あ、よかった。かくれんぼしおりちゃんしかわかりませんでした。クリスマスソングの大照明とねえ、なんか想像大照になっちゃったねクリスマスのことを今年のなんかお正月で決めるっていう不思議な感じになっちゃった。でお正月なのにさ、最後クリスマスソングで締めるってね質問1の未読のミステリー作家さんですが、調べたら結構いました。有名作家さんでは満田晋三先生、北村薫先生、内田康雄先生、塚藤はじめ先生ですね。あとここ数年のデビュー作家さんは読書量が減ったこともあるでしょうが、読んだ作家さんは数えた方が早いです。うんうん、今年は一冊でも多く読むようにしますと。あー、しおりもね、やっぱりね、一冊でも多くと思ってますね。なんかあの未読の方とかってね、海外とかも合わせちゃうとすっごい多いじゃん。あのなんだっけ、スティーブン・キングさんだっけ、あれ違う、スティーブン、そうそうそう、スティーブン・キングはね、面白いっていう風に皆さんあの教えてくれる方いらっしゃったので、読んでみようかなと思うんですけど、まだまだ手が出せておりません。今年読もうかな。映画とかでは絶対見てる気がするんだよなね。どん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 新しい作家さんとかも出てきちゃうし、あとは前の作家さんで素晴らしい名作を書かれている方とかもいるから、もうね、どこから手つけていいかわからないけど、でもそれが探すのも楽しいよね。
質問2ですが、質問した本人がしまったと思ったのですが、コミック本は省いた方がいいですね。そうだったの、なんでもいいよ。でも小説、雑学などの娯楽本は合計50冊ぐらいかな。他のリスナーさんに比べて少ないと思います。次、書くのを忘れました。そのうちミステリーは6割ぐらいでした。うんうん、なるほどなるほど。あー、コミック本ね。あの、やっぱりコミック、漫画ってすっごい読めちゃうもんね。そうすると年間もうほんと何百冊っていう人も多いんだろうなと思う。うんうん。はい、質問です。今年のリスナーさんの読書やミステリー関連の抱負を聞かせてほしいです。おー、ミステリー関係の抱負、なるほどなるほど。じゃあ後で質問しましょう。それはね、やっぱりね、1000人ですね。1000人いきたい。10日の雑談だけの生配信、次回のラジオ放送楽しみにしています。ありがとうございます。いやー、サンロピマダさん、ありがとうございました。はい、では続きまして、ひよのさん、ありがとうございます。そう、ひよのさんね、あの YouTube でのコメントに出せな、あの反映されなくて、で、あのありがたいことに Twitter の DM の方に送ってくださったので、そちらの感じになっております。もしね、あの反映されないなって思って、こっちの方が楽だったらこの DM の方でもいいんだけど、今回のね、あのやつも作ったので、そちらもぜひ活用してくださいませ。はい、ではひよのさん、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。今年もしおりさんの活動を楽しみにしていますと、ありがとうございます。はい、ビブリア古書道の事件手帳を読めたようで何よりです。ありがとうございます。本編は7作品、後日談で2作品が出ています。本編の4作品が1冊丸ごと江戸川乱歩。後日談の2作目がこちらも丸ごと横溝正史がテーマになっています。あ、そうなんだ。あ、じゃあもうちょっと先だね。読んだ当時はここまで熱心にミステリーを読んでいなかったので、今の自分で読み直してみたいですね。さて、質問の答えですが、1、なぜか未読な作家さんはいますか？という質問で、今年の挑戦したいのは、うんうん、森博史先生ですね。愛知なので、同郷の大先輩ということで、あ、森先生ですね。じゃあ、すべてが F になるあたり行くのかな？それとも、なんか違うのに行くのかな？気になりますね。漫画版で全てが、F になる、冷たいミスト博士たちを読んでいるのですが、原作は未読なんです。なるほど、いいですね。行きつけの書店員さんからも女王の100年密室のシリーズをおすすめされているので、いい機会かと。あ、じゃあそっちの方を最初に読むのでしょうかね。あと、作者ではないんですが、読むべきミステリーと目高くハードル上がってしまっているハサミ男、うんうん、葉桜の季節に君を思うということ、丸々に至る病、うんうん、あたりをいつ読もうかなと考え中ですと。なるほど、あの殺戮に至る病ですね、きっと。うん、殺戮に至る病、すんごい、もうなんかあの落ち込んでる時はやめた方がいいかもしれないね。あと、ハサミ男も葉桜の季節に君を思うということもいいですね。うん。いや、楽しみです。ひよのさんがどういう風な感想を持つのか気になりますね。に、2021年に読んだ本の総冊数、その割合はと。これすごいね。ちょっとちらっと数字見えちゃいました。ね、漫画や小説、医学書なども含め、新規と再読して感想を書いたものを累計して458冊だって。すごい。小説は169冊、うち140冊をミステリー、さらに21冊は横溝正史先生で、19冊は綾辻ゆきと先生。このお二人は作者読みしたなと。うんうん。横溝正史先生は今年も復刊作品があるので楽しみですと。ねえ、かなりあの復刊してますね。 いつも本屋さんに行くと新しい横溝正史先生がある気がする。いやー、いいですね、楽しみ。あの、今年もね、なんかすごい素晴らしいミステリーがきっとね、たくさん出てくるし、復刊したりとか新装版になったりとかきっとあると思うから、しおりもすごい楽しみですねえ。
ヤギヨノさん、ありがとうございました。はい、では続きまして、マラリアさん、ありがとうございます。ラジオ放送お疲れ様でした。私もマヤさんのうなじのほくろを見えませんでした。私もです。氷のナイフか何かを使った偽装自殺かと思っていました。あ、なるほど。胸のほくろは見られるように頑張りたいところです。ですね。ねえ、次どうなんだろう。さてさて、質問の回答ですが、1、伊坂幸太郎さん、おうおう、京極夏彦先生、のりづき凛太郎先生あたりがなぜか未読です。本を持っているんですが絶賛積読中で、今年こそは読んでおきたいところです。雑談に登場した北条紀恵先生や三上円先生ですね、未読でして、時空旅行者の砂時計が早く文庫化されないかなと首を長くして待っているところですと。ああ、そうですよね。もうそろそろ時空旅行者の砂時計が文庫化されてもいいんじゃないかななんて思っているんですが、しおりも時空旅行者の砂時計文庫化されたらぜひ購入して、後ろの解説だったりとか後書きだったりとか誰が書くのかなっていうのが気になります。ごめんね、なんかね聞こえてるかわからないんだけど、しおりの後ろでうちの犬がですね、ボフボフなんか言ってるので、それが音で入っちゃったらごめんね。はい、2、数えましたところ、実用書を除けば本は47冊読んでいました。そのうち44冊がミステリーで、ホラー小説2冊、メフィスト賞絡みで読んだアイドル小説が1冊という塩梅でした。偏りすぎやろって。いやいや、偏っちゃうよね。いや、ミステリーに行っちゃうもんね、偏りあるあるアイドル小説っていうのはアイドルの方が書いた小説ってことかな。どうなのだろう。もしなんか機会があったらぜひ教えてください。ミステリーってわけじゃないんだよね。ね。ではでは、次のラジオ放送も楽しみにしていますと。マラリアさん、ありがとうございました。ね、時空旅行者の砂時計楽しみだね。はい、では続きまして、 SFAUFP さん、ありがとうございます。ラジオお疲れ様でした。ありがとうございます。ラジオは生配信ではないので、いつ聞いても大丈夫という安心感があるのがいいですねと。あ、なるほどなるほど、安心感。そっかそっか。かくれんぼ見つけましたよ。アリスチはやはり後ろ姿がかっこよいです今回はね、どうでしょうね、アリスチあんなことしてるってなっちゃうかもでは質問の答えですが、1、なぜか未読の作家さんはまだたくさんの作家さんの作品を読めていないので、なぜか未読というほどではありませんが、東野圭吾さんを読んでいないのですよね。ああ、そうなんだね。ドラマをいくつか見ているので、小説ではなくドラマで見るという流れが自分の中にできてしまっているのかもしれません。でも何度か紹介された容疑者 X の献身はぜひ読んでみたいと思っていますと。ああ、でも東野圭吾さんの作品って本当に映画だったりとかになってテレビとかでやるから、小説で読まなくても案外分かっちゃったりもするよね。それがきっとね、有名作家さんのいいところでもあり、原作に手がいかないところでもあるのかもしれませんね。うんうん。あ、容疑者 X の献身はぜひぜひおすすめなので読んでみてくださいませ。2021年の読書冊数ですが、約36冊でした。そのうちミステリーが8割、残り2割はその他のジャンルの作品です。ミステリーのほとんどはこのチャンネルがきっかけなので、あ、嬉しい、ありがとうございます。普通に読書ができていたというだけでも、しおりさんに感謝ですし、ミステリーの面白さに引き込んでもらえたという点で、さらに感謝、感謝です。いや、嬉しい、ありがとうございます。いや、しおりもね、結構なんか読んでない作家さんとかも多かったりとか、こちらでね、チャンネルを作ったことでコメントだったりとかで素敵な作品を教えてもらったりとかがあるから、本当に皆さんに感謝感謝で、見てくれているもう皆さんにも感謝で、もう感謝しきれないな。本当にいい方たちばっかりのチャンネルになってると思います。嬉しいです、ありがとうございます。いやー、なんか体ホカホカしてきちゃうね。はい、
そして今回紹介された北条紀恵さんの名探偵に甘美なる死をは読む予定にしていますが、2作目が積読中なのでまずこちらを味わってみますと、あーぜひぜひ。三六今田さんのクイズは外れてしまいました。次の中級はもっと難しいでしょうねってね、あれどうでしょうね。いやー、わかる人いるかな。もうわかってる人もいるのかもしれないけど、しおりはまだ全然わかっておりません。どうなることやら。前回のご当地サッカー作品ないと悔しいですねーと、小説以外なら泣く子も黙る名探偵コナンの作者の青山先生、北栄町出身がおられます。あ、青山先生とご一緒と。出身地、由良駅前通りには、キャラクターのオブジェクトが設置されており、観光客がスマートフォンで自撮りしています。また近くに青山先生のふるさと館もあり、仕事場を再現した部屋や、多数のコレクションなどが展示されているのです。遊びに来るならいいところです、と。そんなことになってんの。すごいな。知らなかった、全然。名探偵コナンのそのあるんだ、ふるさと館、青山五章先生って読むんだっけ、でふるさと館があるんだ。そうなんだ、行ってみたい。仕事場再現してるってことはね、あの江戸川乱歩先生じゃないや、横溝正史先生のところもね、仕事場再現っていう風に書いてあったけど、行きたい行きたい、面白そう。いいなー、すぐ行けるのいいなー、羨ましい。青山先生どこなんだろう、ちょっと見てみよう。あ、鳥取県って書いてある。あ、鳥取県なのか、遠いか。飛行機で行けるのかな。いいですね、羨ましい、いいなー。では次回を楽しみにしていますと、ありがとうございます。 SFAUFP さん、ありがとうございました。はい、では続きまして、しおりのかくれんぼのコーナーでございます。じゃあね、まずね、問題をやりますよ。早速、どこの交差点かわからない、じゃん。はい、こちらです。さてさて、しおりはどこにいるでしょうか。こらー、いやー、おわんこというのはですね、あの、噛み噛みを与えるとね、吠える習性があるんですね。ごめんね、なんか近くにいたいっていうからいさせてるんだけど、もうほんと。ごめんごめん。こちらですね、しおりはどこにいるでしょうか。アリスチンはどこにいるでしょうか。いやー、結構ね、しおりはわかりやすいかな。アリチンはどこにいるだろうね。いやー、ここは一体どこでしょうね。はい、どうですか。ではですね、こちらも最後答え言いますね。はい、ではコメントのセカンドステージやっていきましょう。いやー、皆さんありがとうございます。四軒桜さん、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。クリスマス生配信のコメントし忘れていました。もう年ですかねって、いえ、いつもお疲れなんですよ。見てくれてありがとうございます。でもね、なんかしおり、四軒桜さんのコメントを4、なんか読んでないなって思ったことあんまなくて、時々ね、なんかコメントし忘れてたなーなんて言ってくださるんですけど、あれ、なんかいつも来てるよって思っちゃうんだよね。なんだろう、なんかあのしおりの脳内で話をしているのかもしれない。2022年一発目のラジオ動画、お疲れ様です。しおりちゃんの雑談、皆さんのコメント、クイズ、かくれんぼともに楽しませてもらいました。明日は1月10日、しおりちゃんの1歳の誕生日ですね。そうでしたね。生配信楽しみにしていますと。いや、楽しかったね。質問の答えです。質問1、なぜか森博先生が未読です。おー、来ましたね、森博先生。はい、2回目ですね、今回のこのコメントでは。
そして2人だけになった、全てが F になるは積読しているのですが、なぜだか手に取らず今まで来てしまいました。あるある、そういうことあるよ。なんかね、置いとくだけでちょっとこう、あ、今度読もうっていう風に、で次に読むのは違うのに手に取っちゃうって、あるある。質問に、2021は読書メーターで確認したところ52冊でした。仕事が忙しかったり読むのが遅いせいもあり少なかったですね。あ、でも毎年よりも少ないってことなのか。読むのが早い人が羨ましく憧れですと。ね、めちゃくちゃ早い人いるみたいだもんね。1ページもうなんか1秒ぐらいでパッパって読めちゃう人もいるっていう噂なので、すごいです。速読の方とかってすごいですよね。割合は 100% ミステリー。あ、しおりと一緒。今年はまず100冊超えを目指したいと思っております。うんうん。また新たに面白いシリーズ作品に出会ってしまい、お、出会ってしまったね。本棚は悲鳴を上げ、溢れた本は衣装ケース3つ目を満タンにしていますと。あ、衣装ケースに入れてるんだ。そうなんだ。そろそろ本当にやばい小島先生のやつだよね。それでは次の動画も楽しみにしていますと。ねえ、なんかシリーズもので、あ、これっていう風に思うのがあるとそれを集めたくなっちゃうし、読みたくももちろんなっちゃうからね、本当にやばいよね。しおりもね、実はちょっと今気に、シリーズとしてどうなのかわからないんだけど、シリーズなんだろうな、倉知純先生の猫丸先輩シリーズがちょっと気になってます。今読んでるのがその猫丸先輩の最初の短編集なんですけど、すっごい面白くて、ちょっとね改めて発表させていただきますので。いや、でもシリーズ本当シリーズね、気になっちゃうと増えちゃうよね、わかる。それでは次の動画も楽しみにしています。ありがとうございます。いやー、四元桜さんありがとうございました。はい、では続きまして、俺なんかどうせさんありがとうございます。ラジオお疲れ様でした。ありがとうございます。今年も名言の数々がこのラジオから生まれることを期待しておりますと。いやいや、しおりもね、こうやって本を読んでるし、だんだん勉強してくるから、名言がね、いい名言の方がどんどん増えていければいいなと思っておりますね。迷う名言の方はね、少なくなっていくと思う。うん。先日書店に行った時、外国人作家の棚にリリー・フランキーさんの作品が一冊だけ並んでいるのを見つけて、思わず笑ってしまいました。いたずらなのか店員さんが間違えたのかは分かりませんが、笑い笑みをこぼしてしまったこと一時です。それは面白い。そっか、まあでもカタカナでリリー・フランキーさんってなったら、もしね、ご存知のない方は外人さんだって思うかもしれないね楽しいなそれ。いいね、いいエピソード。質問1、なぜか未読の作家さんは横溝正史と江戸川乱歩です。おお、三大探偵を生み出したレジェンドですが、このお二方は本当になぜか未読でした。おすすめの作品もこのチャンネルで出てますし、今年は読んでいきたいですねと。そうですね。あ、でもついこの間までしおりも横溝正史先生、江戸川乱歩先生は読んでなかったと思う。やっぱりね、昔の作品で、なんだろう、言葉が難しかったりとかしたから、ちょっとね、手に取るのが、大丈夫かなっていう風に心配になっちゃってたから、わかる未読の気持ちは。うん、でもね、チャレンジの年ですね。いいですね。質問に、去年読んだ総数は76冊で、ない、うちミステリーは73冊。お、あとの3冊が何かだったんだね。今年もミステリーがメインになると思いますが、他ジャンルでも名作と呼ばれる作品は読んでいこうと思いますと。素晴らしい。ねえ、俺なんかどうせさ、何でも読めちゃうのが素晴らしいですね。他ジャンルでも名作って呼ばれるもの、なんだろう、しおり、そういえば他ジャンル名作っていう風に言われて何を思い出すかな。
ミハエル・エンデ思い出すかなって思い出してないな。ミハエル・エンデ、あー、モモ、ミハエル・エンデ、モモ、あ、果てしない物語。これがね、小学校の時に友達がこれ面白いよっていう風に言ってくれて紹介してくれたんだけど、読めなかったの。果てしない物語か。で、映画を見たかな。ももはね、読んだ。いや、でもやっぱりね、子供の時もミステリーのだったから、ちょっとね、もしかしたらね、皆さん読んでる方いらっしゃるかもしれませんね。果てしない物語ってさ、ネバーエンディングストーリーじゃないのか、違うのかな。ねえ、だからちょっと名作って言われると、 この本を思い出してしまう。皆さんは名作っていうとジャンル関係なく、あ、ミステリー以外で何だろう、何か思い出すことはありますでしょうか。そんな話をね、お友達とするのもいいと思います。はい、では俺なんかどうせさ、ありがとうございました。はい、では続きまして、モリリさん、ありがとうございます。今年第1回のラジオ配信お疲れ様でした。ありがとうございます。363のクイズ、なんとなく猫が水槽をひっくり返して、おーおーおー、金魚が死んだまではなんとなく想像ついたのですが、金魚は猫が食べちゃったのかなと思って特に気にもしませんでした。なんかその時にドライヤーかなんかを水の上に落として、いやでもそんな情報なかったしなと結局わからずしまいでした。なぜイブが金魚だと気づかなかったのか。いや、もうこれ答えまで言ってるもんね、モリリさん答え言ってて変化球言ってたそうかそうか、いや悔しいねそれは質問1、なぜか未読の作家さん、意外と有名どころを読んでいなかったりするのですが、中でも島田総司さんは自分でも読んでいないのが不思議なぐらいの作家さんです。おお、そうだね。以前なんか読んでそうだもん、森里さん。以前某漫画でトリックが丸々使われていたのを知らずに読んでしまい、多分自分が読んだ中でも1、2を争うであろうトリックをネタバレされてしまったので、それ以来なんとなく読まずに来てしまっていました。あー、なるほどね。しかし、しおりちゃんらミステリーブックチューバーさんたちがおすすめしてくれたおかげで、未だ積読ではありますが購入して読む予定に入れております。2冊あれとあれです。これね、森木さん上手だなと思って、このね、このあれとあれですの後に記号がね、あるの。星と&この記号、斜めのやつ、これすっごい、あ、わーって思っちゃったもん。こういうのなんかさ、クイズになるよね。先生術殺人事件と斜め屋敷の犯罪ですね。これすごいよ、ほんと。モリーさんよく考えたなと思って。もうなんか、しおり、なんだっけ、すっきりするやつ。ウフ体験だっけ、なんかそんな気持ちになりました。ウフフ、ウフ体験、ウフ。いやー。質問2。2021年の捜査数、全部で32冊。自分としては優秀な方です。優秀な方です。うち2冊は時代劇短編の再読。うんうん。1冊は友人のホラー漫画さんの漫画。うん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 。残り29冊はミステリーです。割合としては 90% ですね。全部しおりちゃん、安倍氏さん、まさきさんがおすすめしてくれた本ですと。いやー、嬉しいなー。その中にしおりがいるのも嬉しいし。ね、ホラー漫画漫画家さん、どんなホラーなんだろう。ね、ホラー漫画ね、しおりはね、あんまりね、記憶にないかな。どんなのか気になりますね。いや、でもおすすめしてくれた目玉とも言える作品を意外と読んでいなかったのが分かってがっくりきてます。いや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 。あと、自分的には SF の積読が全く進まなかったのが不本意でした。あ、SF そうだよね。モリーさん SF 好きって言ってたから。積読は腐らないを胸に刻んで、今年も楽しく読んでいきたいですと。ね、そうだね。
本当ミステリーを読む楽しみを取り戻せたのはしおりちゃんたちのおかげです。ありがとうございました。今年も動画楽しみにしていますと。いやーありがとうございます。本当にね、今年の最初にねモリリさんに作ってくださったしおりが本当にね、しおりすごい嬉しくて、もうしおりしおり言ってるね。いやそれでね、気持ちもねすごいぶち上がったから、これからも頑張って動画作っていくので今年もよろしくお願いします。モリリさんありがとうございました。はい、では続きましてキーアイコさんありがとうございます。キーアイコさんも最初コメントが YouTube のやつで弾かれそうになった時にギリギリでしおりスクショできたのでよかったと思って、いやーキーアイコさんありがとうございました。頑張ってくださって、はい、ではラジオ放送お疲れ様でした。ありがとうございます。年明け初ラジオ楽しませていただきました。いやこちらも楽しかったです。カウントダウン生放送は素敵ですね。うんうん、去年は年末に見るテレビ番組がなくだらけていたので今年の年末をしおりさんの放送で過ごせたら楽しそうですと。ありがとうございます。しおりもちょっと待ってね。いやいやいきなりねドカンとねうちのワンコがね体当たりをしたのですごい音が鳴っちゃったかもしれないんですけれどごめんなさい。続けさせていただきます。はい、私はビブリア古書道シリーズをすべて読了済みです。お、そうなんですね。漫画やドラマは見てないのでわかりませんが原作は本好きにはたまらない内容でした。現在は2期シリーズも出ていますのでゆっくりとでもいいので読んでいただけると嬉しいですと。はい、すごいゆっくりなんですけれどもでも本当に楽しいシリーズなので読んでいきたいと思います。ありがとうございます。質問の答えです。はい、未読の作家さんはもちろんたくさんいますが質問に沿う答えとしては横溝正史先生、江戸川乱歩先生の2人ですね。お、あー、こちらまたですね、横溝正史先生と江戸川乱歩先生、ミステリー史に名を残す代表的な作家さんですが読んでいません。 D 坂の殺人は積読しています。理由はないですけど古いのが理由かもしれません。うんうん、なかなか場面が想像できないのは進みが遅くなりますと。あと何言ってるか時々ね分かんなかったりとか、あと昔だったら単語これわかるっていうのかもしれないけど今の現代だとね単語これわかんないなとかあるからやっぱりそういうので読むのがね遅くなっちゃうの。すごいわかります。1ページ1ページがこう進み遅くてあーっていう風になっちゃうところもあるっていう感じですかね。2. 今年の小説数は正確な数は分かりませんが100冊ぐらいでしょうか。うん、そのうちミステリーは99冊 99% ですね。あ、いいですね。100冊あると 100% っていうのが分かりやすい。唯一のミステリーじゃない作品は阪急電車という、あ、有川先生の作品です。あ、この間出ましたね。ミステリーで黒くなった心の浄化剤読みました。え、しおりじゃそう真っ黒じゃん漫画は数えてみませんが今年コナン君を1巻から100巻まで読み直しました。おお、すごい。え、コナン君って今何巻まであるんだっけ。100巻あるのかな。1周年記念楽しみにしています。あ、ありがとうございます。楽しみましたね。いや、来ていただきありがとうございました。いや、キーアイコさんありがとうございます。そうそう、阪急電車ね、皆さん読まれてましたもんね、この間言った時に。だからちょっと、まあ、気になってはいますけど、しおりはね、浄化されてしまうと、ちょっとしおりという存在もなくなってしまいそうだからね。浄化はもうちょっと先に取っておきましょう。ありがとうございました。はい。では、続きまして、あずちんさん、ありがとうございます。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。ラジオお疲れ様です。ありがとうございます。今年も動画、ラジオ楽しみにしております。私も小さい時より今の方がアニメ見てますね。おー、ビブリア古書道の事件手帳1、めちゃくちゃ好きなシリーズです。あ、そうなんですね。私はドラマを見てから原作を読んだのですが、それでも面白かったですねと。あー、どちらも見てるといいですね。なんか違いがあったりとか、わかるもんね。
ドラマの DVD ボックスを購入するほどハマりました。それはハマっている。シリーズは7冊出てて、セカンドシーズンが2冊の計9冊刊行されてますね。早く新作出ないかなと首を長くして待っています。あ、新作もあるかもしれないんだ、これから。そっかそっか。ね、でもね、いいですね。そうやって待てるものとかがあると幸せだよね。いいなぁ。今年の、質問の回答ですが、1、未読の作家さん。文豪と呼ばれる方々。おー。夏目漱石や芥川龍之介。今年は文豪の作品にも挑戦していきたいと思っていますと。なるほど。近代文学の方たちっていうことですね。夏目漱石、芥川龍之介、あとは誰かな。近代文学作家、作家一覧を、三島由紀夫先生、太宰治先生、川端康成先生、泉鏡花先生、与謝野晶子先生、樋口一葉先生、谷崎潤一郎先生、中原中也先生。お名前はね、すっごい聞いたことがありますね。で、あとさ、学生の時の国語の授業とかでさ、あったりしもんね、入ってたりとかね。谷崎潤一郎先生が、なんかね、めちゃくちゃ怪しい本を書いてるって、アメトークで言ってて、で、姿勢だけ読んだことがある。あと、どんなのかはわからないけど。あと、芥川龍之介はカッパ読んだし、そんぐらいかな。宮沢賢治先生は、銀河鉄道の夜だ、カンパネルラ、でもちゃんと読んだことはない。何かで内容は知ってる。皆さんはどうなんでしょう。近代文学の作家さんは誰か読まれてたりするんでしょうか。ちょっとね、いつか聞いてみたいなと思います。いやね、今年じゃあ挑戦したいことだね。豊富だ、いいね。に、2021年読んだ冊数と割合と。数ヶ月全く読書してなかった時期があったので、少なめの21冊です。あるある。波あるよね。割合的には8冊超ミステリーですね、と。お、いいですね。あとは2割は、ね、いろいろな作家さんが読めたりとかするのが素晴らしいです。ありがとうございます。次回も楽しみにしていますと。ありがとうございます。私もね、皆さんのコメントまだまだ待っております。ありがとうございます。まだね、コメントをされたことがない方でも、ぜひぜひちょっとでもいいので、ぜひコメントお待ちしております。こちらでお話しさせていただきますね。では、こちらでセカンドステージのコメント終わりにしていきたいと思います。皆さん、ありがとうございました。はい。ではですね、今度はしおりのかくれんぼの答えをやっていきましょう。まず、こちらですね。はい。どこにいるかわかるでしょうか。しおりはどこかな？しおりは見つけやすいかな？アリスちゃんはどこかに隠れているかな？さあ、見つけてください。じゃあまたね、10秒やっていきます。その間に見つかるかな？ 10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。いきますよ。答えはこちら。はい。ちょっとね、アリスチンがすごい小さかったんですが、ここで、じゃーんと。こんなね、ちょっと、
アリシンダンスしておりました。しおりはね、前で前のトラックの荷台からちょっとひょっこりと、ちょっとね、しおりがトラックの人に連れ去られている瞬間でございます。このトラックの人がね、しおりをね、誘拐したんですね。で、そこからね、ちょっとチラッとお顔を見せているところです。アイスキンはそんなことも知らずに踊っているという、もうちょっとバカッターみたいな感じになっておりますね。はい、そんな感じでした。どうでしょうか、見つけられたかな。はい、では続きまして36岩さんのクイズの答えをやっていきたいと思います。皆さんいかがでしたでしょうか。これだなっていうのありましたか。ではまず最初にね、クイズの方またもう一度おさらいしてみましょう。ジャックは朝食を取りながら新聞を読んでいた。するとある記事に目が止まりメモをする。妻のリンダが食事をしながら新聞を読まないで何と言ったらわかるのよ。早く食べて営業に回って。わかったよ社長。ジャックは入り向こうで妻に頭が上がらない。ジャックは新聞の気になった記事の場所に行くことにした。到着すると葬儀が行われていて多くの人でごった返していた。奥さんね、飼っていた犬に噛まれて亡くなったの。かわいそうにね。涙を流しながら近所の婦人が教えてくれた。新聞に載っていた通りだ。やがて喪主らしき男の姿が見えた。見覚えある顔だ。ジャックが庭の方に目をやると葬儀とは別の行列ができていた。その行列にも見覚えある男がちらほら見える。そのうちの一人がこっちこっちと呼んでいる。警備員らしい男が〇〇〇〇〇〇の人はこちらにお並びください。さてこの行列は何でしょうということですね。ブラックジョークというふうにヒントがありました。まずね、このキキが目に留まりメモしてるんだよ。で、妻のリンダ、まずこのジャックの生態としては、あれだ、マスオさんだよね。サザエさんのところのマスオさんなわけだ。違うか、イリムコで、サザエさんに頭が上がらないんだ。で、ジャックは新聞の気になった記事の場所に行くことにした。到着すると葬儀が行われていて多くの人でごった返していた。奥さんね、飼っていた犬に噛まれて亡くなったのかわいそうに。奥さんが、その葬儀は奥さんが亡くなったのの葬儀だった。飼っていたワンちゃんに噛まれてしまった。じゃあしおりの答えは、しおりがね思ったこととしては、ワンちゃん欲しかったんじゃない。なんでかっていうと、奥さん、その奥さんが飼っていた犬に噛まれてっていうのは、そんな奥さんを奥さんを噛んだっていう、なんか自分のなんか境遇のラッキーアイテムみたいな、ラッキーパーソンみたいになってほしいっていうことで、で、犬にワンちゃんが欲しいっていう行列っていうこと。で、見覚えのある男がちらほら見えるって最後書いてあるけど、その見覚えのある男っていうのが、なんか奥さん被害者の会みたいなのの人たちで、その、ラッキーアイテムを、譲ってほしいっていう、あれだ、くじ引き大会、くじ引き大会の列だった。どうだろう、皆さんはどうでしょうか。じゃあまずね、答え見ていこう。はい、三六今田さんに答えいただいております。
亡くなった奥さんを噛み殺した犬を飼いたい、もしくは貸してほしい、貸してほしいと申し込みに来た男たちの行列です。あれ？合ってる？ジャックはこの犬を飼って奥さんのリンダを噛み殺してほしいと思ってる。あ、なるほど、そういうことか。まさしくブラックジョークです。あー、そうだね。山下くんは自信たっぷりに答えた。なるほど、じゃあこの犬は過去に何度も飼い主の奥さんを噛み殺しているんだ。それでジャックはその都度この犬の飼い主を決める集まりに来ていて、顔見知りの男ができたわけだ。山下くんすごいよ、探偵の素質があるじゃないか。山上部長が持ち上げる。ああ、そういうことか。あ、じゃあでもワンちゃんがそういう風に保健所に行かなくてよかった。みんなでね、そういう風に飼っててくれたら嬉しい。正解。山下くん想像力あるわね。将来そんな気を起こさないように素敵なお嫁さんをもらわなくちゃね。じゃあ胸のほくろを。お、きたきた。マヤはワンピースの琥珀糖のように輝くフロントボタンを一つだけ外した。そこに小さいほくろが見えた。そこ胸か首の少し下じゃないか。山下くんは心の中でツッコミを入れるマヤの白い顔が少し赤らんだように見えたが、何事もなかったようにボタンを直し、じゃあ次、今度の問題は難しいよ、上級編。答えられたら私の〇〇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 
なんだろう、通帳の残高を見せるわとかだったりして、いやどうなんでしょう。あ、で今回は一行作家、オーロラの出た夜にを入れました。前回書き忘れましたが、琥珀糖を随分昔にと、内と外の間にを入れました。しおりちゃんフォローありがとう。あと2回で完結しますんで、少しもう少しご辛抱を。いや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 、ありがとうございます。いや楽しい。あ、でもしおりのちょっと違ったね。うん、ちょっと違ったな。ブラックっていう感じでもなかったしな、しおり。いや皆さんどうでしたか。100% 正解出せた方いらっしゃいましたでしょうか。胸のほくろが見えたかな。はい、では最後にですね、しおりの質問コーナーで、先ほど心の回答団さんと三六今田さんが質問、いただきましたので、そちらを皆さんに次の、動画ラジオに向けてコメントしていただきたいなと思います。いよいよはね、2週間ありますから、じっくりと考えてみてくださいませ。ではでは、質問1、心の回答団さんからの質問で、このチャンネル、このしおりのね、ミステリー小説チャンネルのあるあるをお願いいたします。いやちょっとね、これはね、しおりもすごい気になっております。なんだろう、あるある、なんかあるかなって、なんかちょっと噛んでしまうしおりの癖を皆さん言ってくるかなとか思っているんですけれども、なんだろう、なんか褒めてくれると嬉しい。何かを何かを見つけて褒めてほしい。いや気になってます。ぜひお願いいたします。では続きまして、質問2、三六今田さんからの質問で、今年の読書ミステリー小説関連の抱負、何かありますでしょうか。目標だったりとか、ぜひ教えてください。何冊読むとか今回言ってしまったことでもいいですし、何かこの人の作品のこの作品のシリーズ読みたいとか、そういうのでももちろんいいですし、書きたいとか、そういうのでも全然構いませんので、ぜひぜひお待ちしております。ありがとうございました。今回もね、動画ラジオどれぐらい撮れたかな。生配信もあるから、この動画ラジオも1時間とか、そのぐらいで撮れるようにと調整はしております。毎回ね、なんか2時間、3時間撮るのもあれかなと思って。で、こっちはね、編集もあったりするから、ぜひね、皆さん、生配信の方も来ていただければと思います。見てる方ですね。生配信の方でコメントとかたくさんねして、しおりとお話ししていただければと思います。あ、あとあと、最初のね、お知らせでもあったように、 YouTube の方のコメントになかなか反映されなかったりとかが、コメントがありますので、
なのでぜひコメントを1回やって反映されないなと思ったら、概要欄の方にブログの方の、避難場所、コメントの避難場所みたいなのを作っておりますので、ぜひそちらに、ペンネーム、お名前と、あと、どのラジオのコメントかっていうのをやっていただけると嬉しいです。はい、お願いいたします。ではでは、もうそろそろなんかのんびりと終わりにしていきたいなと思いますが、何でしょうね、何か最後にちょっとお話ししましょうかね。皆さんが寝られるようにのんびりとしたものをお話しできればと思っておりますが、何がいいかな。あ、じゃあさっきスティーブン・キングさんのお話が出たので、しおりが出したので、このスティーブン・キングの何かのあらすじを言えればと思います。どうしようかな、あんまりみんなが知らないやつがいいかな。あ、いい感じの呪われた街なんてどうでしょうか。なんか呪われた町いいですね。呪われた村みたいな感じなのかな。ちょっとね、アマゾンで待って調べましょう。アマゾン、あ、アマゾンはタイムセールしてるのか今。呪われた町、スティーブン・キング。オッケー。ほいほい。こうすると、はい。モダンホラーを生み出したスティーブン・キングのデビュー第2作。え？デビュー第2作？どういうこと？恐怖の帝王のすべてはここから始まった。伝説の名作が装いを新たに復活。友達にも恋人にもならない死と恐怖の王たる吸血鬼、その偉大なる日。あ、小野冬美先生だ。荒れ果てた屋敷が丘の頂から見下ろす町、セイラムズロット。そこに幼い頃住んでいた小説家ベンが帰ってきた。町は平穏に見えたが、ある夜ベンは丘の上の屋敷に火が灯っているのを見る。あの屋敷を買った者がいるのだ。そしてある日、幼い少年が忽然と姿を消した。デビュー長編キャリーを刊行し、ベストセラー作家となったキングが専業作家として初めて書き上げた作品が本書。あ、そうなんだ。吸血鬼譚を現代に蘇らせ、現代ホラーに巨大な影響を及ぼしたモダンホラーを生み出した不朽の名作と書いてあります。はい、ではスティーブン・キングの呪われた街でした。スティーブン・キングさんは今年、じゃあしおり何か読もうかと思います。うん、何読もうかな。いやー、何読もうかな。あの、シャイニングはね、映画で見たことある。あと、ミザリーも見たことある。何かおすすめあったら教えてください。ではでは、皆さん、動画、ラジオに付き合ってくれてありがとうございました。まだとっても楽しかったです。では、次回の書評動画でお会いしましょう。明日かな？楽しみにしててください。では、おやすみなさい。バイバーイ。今日手が動かなくてごめんね。じゃんけんできないよ。ふふ。